どうも、レイザーラモン、RG です。スパロボの RR 言いたい。スパロボの RR 言いたい。さあ、今回から、ティターンズの、本体との、戦いが、始まっていきますよ。もちろん変だよ。甘い。ここだ。本筋では、ラビ家三兄弟は、レイシー軍の、今後について、方針転換を、ハマーンに命じます。一方、ロンドベル隊はというと、サンクキングダムから、緊急通信を、受けます。どうやら、ティターンズの部隊に、襲撃されている、模様です。サンクキングダム女王の、イリーナ、ピースクラフトは、話し合いの場を設けたいと、手前艦大佐に、要求いたしますが、手前艦は逆に、サンクキングダムの、自治権放棄と、リリーナの、身柄拘束の、引き換えを、要求します。そこへ、ロンドベル隊が駆けつけ、ブライトは、ティターンズに対し、事の成り行きの、説明を、求めます。ですが、ジャマイカンは、ジャミトフ中将の、匿名で、あることを理由に、その説明を、拒否します。さらに、作戦の、邪魔を、するのであれば、軍港会議物であることを、ブライトに告げます。それでも、ブライトは引き下がらず、サンクキングダムへの攻撃理由を、問いただします。ですが、ジャマイカンも一歩も引かず、ロンドベル隊を、反落罪の角で、処刑する旨を、宣告し、双方、部隊を展開します。ですが、我々アクシズ軍には、ことの、成り行きなど、関係がありませぬ。新型機の配備も進んできたので、ここいらで、サンクキングダムの防衛に、かこつけて、ティターンズと、全面的に、交戦状態に、入ってやるつもりです。そのティターンズには、野山隊だけでは、相手にとって不足だと思い、ライラ、ユリド、カプリコンの3人の、ガブスレイ隊を、追加配備しておりまする。野山隊のハンブラビも、モビルアーマー仕様での、出撃になっておりますので、モビルスーツ仕様に、変更してあります。少しはやるようだね。邪魔なんだよ。当たってやるわけにはいかな。スーパーロボのあるアンサー役、言いたい。ドクンズだ。いい気になるな。ここからどこい。近づく奴はみんな排除してやる。そうか。見つけて止めた。今回はティターンズ本体との初めての戦闘なので、まあまあ様子見でありますが、徐々にゲームバランスを考慮しながら、強化や追加をしてゆき、面白い展開になればいいかなぁと考えておりまする。そうそう、ガブスレイ隊の隔離婚のユニットだけ、少し強い仕様になっております。理由はわかりませぬ。ぬぬぬ。32%、当てられたぞ。ジェリドのガブスレイは、バルカンが、変な仕様に、なっておりまするが、これも理由はわかりませぬ。次は当たらぬよ。次もね。あ、当たったR ジャジャも、装甲が、薄いから、狙われやすいのよね。徐々に限界が、見えてきたかもね。
このマップは、コチイカになれば、ジャマイカンは逃げ出すので、マラサイ部隊は倒さずに、やり過ごします。これで、キャラさんは狙われるが、沈まないでしょう。よく撃てた。うわっ、なんて川だ。ナイス、ちょっぴり起こし。甘いな。ハマーン様のカル、ガザシーは、装甲は薄いままで、限界反応も上げてないので、ハンデになって、いるかと思いきや、ここまで、それは感じられない。いやはや、ハマーン様、まだまだ、怒るべし。遅いんだよ。当たりませんよ。沈め。しまった。だいぶ戦力が増強されたので、いまいちザクスリーを活躍させられてない。頑張れーラカン。前のマップで上げられなかったザクスリーのパラメータを上げてみました。これでどうだ。スーパーロボのRR早く言いたいんだよ。かわしてみせ。いやー、粘りね、隔離コイン。というか、ズサが弱すぎるのかな。こいつで止めだ。かわしてみせる。ナイス、デモ首の皮一枚。当たるか。おお、やるねー連続。もらったな。遅いな。さらに、さらに、こいつは忍びきれるか。こいつで止めだ。そうかそうか、核弾が効いてるのね。こいつでどうだ。甘いな。させるか。当たりませんよ。お、ガイアラ、忍び切ったね。まだあるのか。当たるか。開こう。こいつでどうだ。Go!
ハンブラビは特別仕様なので、一般兵の乗ってるハンブラビと軍勢の差がありますので、頃合いを見計らって一般兵もこの特別仕様に登場させてやりたいと考えておりますが、今はまだ時期尚早だと思っておりまする。強力なのよね。見せろ。ダメージを受けすぎたか。多分野山隊のハンブラビの改造段階は7だったと思います。こっちは4とか5なのにね。まだキャラさんがいよいよ厳しくなってきました。粘りきれるかな。本筋では今回の駅圏をデスツの提案でロングメンに理解のあるトレイズ現象に説明し便宜を図ってもらうことにいたします。その提案をしたデスツはサンクキングダムにとどまりたい旨をブライトに入れます。出港の身のデクスをブライトの一存で降ろすわけにはいかないとブライトは困ってしまいますが、それなら戦士扱いにしてくださいとデクスが提案し、ブライトはそれを受け入れます。同時にここまで同行していたギリアムもノインを艦を降りることになります。その後ブライトはトレイズに一連の事情を説明し、トレイズは理解を示します。キャラさん、やられちゃいましたね。残念。次のマップはアマンダラ、カマンダラさんを救出するマップになりますが、敵がテラーズフリート隊なので、これまた大幅に変更いたしてあります。さあ、どこの部隊に変更してあるでしょうか。今のアクシズ軍なら改造段階を抑えたけど、なんとか渡り合えるんじゃないかと
思っておりまする。なので、ご期待です。スーパーロボーのあるある早く、言いたい。スーパーロボーのあるある言うよ。ルール化は、ギリギリ2軍に、落ちがち。いやー、ラムサスも粘るねー。大丈夫、なんか死んだみたいな。コメント残していきましたが、我がスパロボ世界では何度でも復活いたしますので、ラムサスくんもまたねー。ダンケル君も。やよった。貴様らなのに。ダメだ。さあ、魂のナックルバスターで一発 KO できるかな。ダメだ。クリティカルなかった。残念。遅いな。それでは、そろそろ終わりが見えてきましたので、次回は、カマンダラですね。そちらでお会い、いたしましょう。まだまだ勝負は取り替えよう。